イトゲームロッドの代名詞といえばリーディング。このリーディングが今回リーディングライトゲームとしてモデルチェンジしました。まあリーディングといえばですね、やっぱりこのオレンジカラーがまあテーマカラーですよね。今回も系譜を継いでこのオレンジカラーで非常にかっこよく仕上がっています。ラインナップはですね、まあいろいろな釣り物に対応するべく647382の全3調子で11モデル準備しています。スペック面での大きな変化は3つあります。1つ目はですね、まずグリップ周り、このゼロシートキャビティトリガーを採用しています。でこれはですね、外側を削るんではなくて内側を削って、で外はふっくら握れるようになっています。これで軽量化にも寄与していますし、とっても好感度、そして、まあ、握りやすいので一日中快適に釣りができます。で2つ目は軽量化ですね。と例えばですけど、この 73MH190 はですね、前作は 93g だったんですが、今回が 85g と、8g も軽くなっています。で全アイテム 100g を切っております。とっても軽く仕上がっています。3つ目はシンバランス理論を採用しています。シンバランス理論っていうのは、まあ、新しい竿の設計思想みたいなものです。簡単に説明すると、操作性の良さとしなやかさ、この相反する2つの要素をですね、すごくバランスよく融合してあるんですね。でまあちょっと小難しいことは置いておいて、まあ、実際に使ってみると本当にシャキシャキッとしたレスポンスの良さを感じますし、まあ、当たりだったり食い込み、あとはファイト中のしなやかさも本当に相反するはずの2つの要素がすごくうまくバランスよくミックスされているなというふうに感じます。例えば今日やった天秤太刀魚のしゃくりだったり、ライト味のコマセフリもですね、すごくシャキシャキッとレスポンスよく本当に操作性が向上しているなというふうに感じました。非常に軽く、そして操作性がとても良く、かつしなやかで一日中快適に釣りができる大和渾身の竿となっております。リーディングライトゲーム、ぜひお試しください。